田中義明は、地方競馬の荒尾競馬場、工藤 H 厩舎所属の元騎手で、中央競馬、松永美木厩舎の厩務員。勝負服の柄は、銅緑、鉱山型一本輪、袖緑、木二本輪。島根県出身、血液型大型。地方競馬共用センター騎手家庭第79期生。2004年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。 同年4月28日、第2回アラオ競馬1日目第5、競争サラブレッド KC-11 組条件戦、ストロングホークで初起乗。同年5月2日、第2回アラオ競馬4日目第1競争3歳、条件戦をテームムサシで優勝し、初勝利。2007年3月21日、高知競馬場で行われた第21回全日本。 新人王総派戦に出場。同年7月24日、第6回荒尾競馬1日目第3、競争サラブレット KC-24、組条件戦を元気いっぱいで優勝し、地方競馬通算100勝達成。2009年3月29日第15回、荒尾競馬5日目第11競争サラ KC-3 組条件戦スターペース原在での騎乗を最後に、引退した。 地方通算成績は1367,165勝2着153回3着165回。勝率12.1%。連帯率23.3%第79期騎士候補生。終了式地方競馬情報サイト平成15年度。第4回超教師。騎種免許試験新記号各社発表地方。競馬情報サイト。第21回全日本新人王総派戦。 競争出場機種決定。高知県競馬組合。2011年11月14日閲覧。2007年3月21日高知競馬。第21回全日本新人王相派戦パドック。マイナスに青基地の高知競馬応援写真日記。アルファー全日本新人王相派戦から LL。サイズ競馬ニュースマイナス場と快楽と私海と緑のファミリー。 レジャー癒しの競馬サロン荒尾競馬場、第3章、馬剣士、哲也の部屋さん、競馬と、グルメと、哲也、東風層荒尾競馬騎手イベントにて引くイバットの、荒尾競馬予想ブログ、田中義明騎手が引退マイナス座布団が、行事にクリーンヒット。ありがとうございます。